デートの噂が流れた直後、ジョングク、防弾少年団は迅速な対応をした。今日、12月27日の韓国のエンターテインメント業界は、絶えずホットなニュースを受け取っています。ネチズンは、ジヨンがセフン、エクソとの交際の証拠を明らかにしたという噂で、熱狂したばかりです。次に、防弾少年団のファンコミュニティは、男性歌手のジョングクと女優のイユビの熱い愛の噂について話題になっています。サヤンという名前の韓国の YouTuber は、疑わしい詳細を指摘し、カップルが2018年にデートを開始したことを確認しました。サヤンによると、ジャンコクとママチューの娘はどちらもメディアから彼らの関係を隠すことに非常に慎重です。YouTube や他のソーシャルメディアプラットフォームで検索すると、人々は彼らがどこでデートしているのかという情報を見つけることができません。しかし、ソジャンはイービとジョングクの間に確かに曖昧さがあるという証拠を発見しました。ソジャンは、イービがジョングクの曲、ユーフォリアが好きだとインスタグラムに投稿したことに気づいたと語った。女優はしばしばパープルハートと画像を投稿します。ソーシャルネットワーク上の BTS の象徴的な色です。次に、ジョングクが米国での一連の日数の後に韓国に戻った日に、イービはハート型の絵文字を残して、ソーシャルネットワークにブラブラしている彼の写真を投稿しました。次に、サヤンは、同じダブルスウェットシャツ、ビーニーハット、ダブルブレスレットを身につけている二人のアーティストを認識しました。イービは、インスタグラムでファンから寄せられた質問に答えて、彼女の理想のタイプは美しい目を持つ男であることを明らかにした。それだけでなく、ママチュエの娘も、9月が本当に好きだと言いました。偶然にも、それはジョングクの誕生日の月でした。サヤンが気づいた最後の詳細は、ジャンコクの兄弟とリーオービーアイの弟がソーシャルネットワークのフォローボタンを押したことです。しかし、ソーシャルネットワークで噂が広まった後、防弾少年団のメンバーとイービは、情報は完全に真実ではないと答え、直接デートを否定した。ファンはまた、イービは単にジョングクのファンだと思っているので、彼はこの有名な男性アイドルのようなたくさんのアイテムを持っています。別の展開では、イービの代表からの情報筋は、私はデートの噂について何度か聞いたことがありますが、私が知る限り、指はジョングクに精通していません。以前に聞いてみたら、菅しか知らないと答えたと語った。この人は、噂について聞いたところ、いつも笑っていた。理由は、すべて噂だからだと語り続けた。すべてのビデオをご覧いただきありがとうございます。このイベントについてのコメントや個人的な意見を残してください。もう一度ありがとう。